はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。11時ですね、20分になりました。10月は27日の木曜日でございまして、ほんまや、27日木曜日、はい。木曜日なんですね。あかんわ、木曜日原稿書かなあかんやね。確か書いてなかったよな。なんか今ギクッとしましたね。あ、今日締め切りやん。締め切りではないんですけどね、私の中で締め切りで。11時20分、まもなく全日経になりますけども、動いてませんね。日経平均 5.48。今日はね、円安、円高になってるんですよ。146.257。なんでやろうって、ようわからへん。毎回わからへん。すいません。わかりません。アメリカの利回りが若干下がったんですかね。4.017 と。昨日のニューヨークも動きなしですね。原油88、ちょっと高めですね。ビットコイン高い。ビットコインが高いということは、みんなリスク抵抗してるということなんですかね。注目、ドルウォン。おお、すごいやん。1419でございまして、ちょっと今日開けたら安くなってますね。これは円とは違う動きですか。昨日1412までね、上げたんですけども。はい。さて、ですね、ヤフーニュースにこういうの出てましてですね、これなんとコメント1434もついてるんですけども、何かと言いますと、国際弁護士の清原博氏、小室さんに辛口エール、弁護士に向いていないかもしれないことを自覚して頑張って。余計なこと言う人おるんですね。米ニューヨーク州弁護士資格を持つ国際弁護士の清原博氏、50が26日の26時放送、東京 MX バラ色ダンディ、月から金曜日、午後8時30分に生出演。秋篠宮家の長女、眞子31さんと、結婚した小室圭31が3度目の挑戦で、同州の司法試験に合格したことについて言及した。まあ、うにゃ書いてあるんですけども、清原氏。やっと受かったって感じですけどね。何度も言いましたけど、ニューヨークの司法試験、普通に勉強していれば一発で受かるんですよ。だから小室さんは弁護士に向いていないかもしれない。きっついこと言うとるわ。ということを自覚して、これから弁護士になるんです、から頑張ってほしいと思います。と先輩として厳しい言葉で祝福。さらに、ちょっと飛ばしまして、また小室さんが弁護士となれば年収3500万円も見込まれているが、これね、だいぶ円安でね、円のあれが膨らんでるんですよ。ちょっと前までは2000万とか言ってましたね。清原氏はその年収でニューヨークで暮らすにはちょっと余裕がないですと語った。そのため小室さんが年収1億円を目指すために皇室を最大限に利用しろとアドバイス。その理由として、日本は全体で弁護士は4万人です。でもニューヨーク州だけで18万人。人口が2000万人ですよ。100人に1人は弁護士なんです。だから自分は何が強みか、うにゃうにゃうにゃと書いてあります。これ読んでて、一番びっくりしたのはここですね。ニューヨークって、ニューヨーク州だけで、弁護士は18万人いらっしゃってですね、人口が2000万。まあ、110人に1人とか、そんなですね。が弁護士って。これ多すぎひんかと思って。なんか向こうにはね、行政書士とかね、司法書士とかそういうのないんですって。で、あれもないんですよ。税理士。だからそれ全部まとめてるんやということをですね、日本のとある弁護士の先生が言うてましたけどね。なんて言いますかね、口の悪い人に言わせればですね、ニューヨークで弁護士やってるのはアホやろと言ってましたけど、まあそこまでではないにしろね、ちょっと多すぎますよね。110人に1人ぐらいは弁護士って。あかんやんそれっていう感じですね。その辺にうじゃうじゃいるっていうことで弁護士が。ちなみにね、日本の東京はね、750人ぐらいに1人なんですよ。まあまあ、要は、起床率といえば7倍ぐらいあるということですね、ニューヨークの。
だって日本の弁護士試験受かりませんからね、司法試験ね、なかなか受かりませんからね、まあ、受かる人は一発で受かるんですけどね、ちなみにね、私も持ってる宅地建物取引士ってあるんですけど、一般的に宅建士って言いますけど、これ東京の人口割合はね、200人に1人なんですよ。すごいやん、俺はニューヨークの弁護士より偉いんかみたいな、そんなことは絶対ないんですけど、絶対ない、あ、そう、向こうには宅建士もないみたいですね。だから弁護士は全部やるそうですね、そういうのね。だから食えない弁護士は食えないわけですね。だから営業に回ってる弁護士もいるとか言うそうで。で、小室圭さんの事務所は割合こう、そんなピカピカではないにしろね、割合大きな事務所みたいですから、まあ、要はね、事務所としてはね、そういうの一匹いた方がね、非常に使い手がいいと思うんですよね。その、ややこしい訴訟とかを担当させるんではなくてですね、まあ、日本関係のですね、で、あるいはですね、他の国の王室とか関係にぴょっと出すときに、こいつも王族の端くれですよと言えるわけですよ。日本の天皇家に連なってる、そのうち天皇の義理のお兄ちゃんになる人間ですよって言うたらです、向こうもはーって言うてくるでしょ。多分それを狙ってるんだと思うんですけどね、それだけにね、変なことしちゃあかんでってことですね。Go to prison になるようなことをですね、してほしくないってでしょうし、それは全国民の願いですね。やっとね、やっと受かったんですから、かなりポンコツ感が出てたんがですね、これで一気に解消されかかってるわけですからね、もうアホなことはせんといてなっていうのが一つありますね。まあ、あとはちゃんと稼げよと。対面を貯めてるだけね、3500万じゃ辛いでしょうね、きっとね。2000万ぐらいでもかなり辛いって言いますもんね、ニューヨークで暮らすには。だってこの人らの家賃が40万とか60万とか言ってるんですよ。あかんやん、それ。もうハイエクスペンシブシティですよ、本当に。まあまあ、まあ、ええんですけど。まあ、日本人が思ってるほどですね、ニューヨークの弁護士試験、弁護士っていうのはね、そんな大したもんではないんですよね。日本でね、弁護士って言ったら、すごいやん、先生って言って。割と私の周りにいますけどね。なぜか知らんけどね、なんかこう、なんか増えましたね、なんかね。まあ、それはいいんですけど。ちなみに、日本はですね、お医者さんがですね、毎年7000人出てくるんですね。これ多分弁護士の4倍半ぐらいですね。なんかお医者さんはみんなね、いろいろ知ってるでしょ。知ってるというか、周りにうじゃうじゃいるでしょ。だって道歩いたらクリニックばっかりやんって。というて別にバカにしたらあきませんよ。絶対バカにしたらあきませんよ、そんな。医者も弁護士もね、お話ししてみてアホいませんからね。当たり前ですけど。私とっても好きですよ、だからお医者さんとか弁護士とかっていうのは、基本的に頭いいというベースでお話しできるんで、物事を説明しやすいんですね。私立文系のですね、レベルの低い人はですね、理屈というものが理解できますからね。その A は B である、 B は C である、だから A は C であるって言ったら、ってなってしまう。たまりませんよ、あいつらほんまに。だからね、そういう人ってね、A は B である、 B は C である、だから A は C であるっていうことがわからん、パッと聞いてハッと理解できない人っていうのは、宅建さえなかなか受からないんですよ。あれもね、宅建なんてたった50問をね、受けてね、35問ぐらい正解したら7割ですよ、受かるわけであって、なんであれ一発で受からへんのと思うんですけど、それで苦労してはるのがですね、まあ、あれですよ、人気ランキングからいけば、トップの三菱地所、三井不動産から始まって、下の方のギリギリ一部上場みたいな不動産屋に入ってはる人っていうのはなかなか受からないんですよ。あれ基本偏差値ですからね、偏差値的な教育ですから、あれをでも取れたからといって何の意味もないように思うんですよね。私持ってますけどね、もう十何年前に取ったっきり、一回だけ宅建証をもらいましたけども、更新してない。使わへんもんだって。でも名刺にすり込むとね、みんなね、ちょっとびっくりしはるんですよ。まあまあ、でもその程度ですよ。それでも200人に1人や、ね、ニューヨークの弁護士よりも希少性があんねんというふうに、まあ時々言われるというですね、威張ってもしゃあないですけどね。不動産屋さんによってはね、うちは宅建士何人いますとかって完売してるところあるんですけど、それなんていうか売りになるのっていうか、不動産屋さんの運転免許みたいなもんで、持ってて当たり前やんっていう感じだね。でも中小の企業だと、あれ5人に1人持ってるわけですよ。だから100人に社員いますけど、うちは30人しか今持ってませんなんていう会社もあるんですね。
なんか不思議ですけどね、あれが取れないっていうのは。でもあれまあまあ偏差値ですからね、まあしゃあないかなということで、これ貼りませんのでな、貼ってわざわざ読むような記事でもございませんね。一応言うときますと、国際弁護士の清原博氏、小室さんに辛口エール、弁護士に向いていないかもしれないことを自覚して頑張ってという、スポニチからのニュース、ヤフーに載っております。はい、皆さんどうもありがとうございました。